皆さんこんにちは。本日はダニエル星野が問題の中で見えた希望の光というテーマでクリスタの道をお伝えいたします。私は約1年前にパニック障害が許されました。パニック障害とはいきなり不安になったり動悸がして自分は今何しているんだろうと認知症みたいな症状が出たりします。そして心療内科に初めてかかり薬ももらいました。もらって薬を飲んでも礼拝の司会特別賛美もドキドキでもう逃げたいくらいでした。神様に感謝しました。そして祈りました。そんな中徐々に薬が効き気持ちも穏やかになっていきました。そして今から1ヶ月前6月にコロナウイルスにかかって、しまいました。熱が出て頭痛またこの喉が痛くて、咳も、ずっと止まりませんでした。コロナの薬を飲みだんだん落ち着いてきました。その中でふとパニック障害のこの薬を飲み忘れたと、このコロナから1週間か2週間ぐらい、経った後に気づきました。あれ?と思ったんですね。その中で全く飲まなくても、不安やパニックの症状が、全く起こらなくなったのです。実はその後に賛美の奉仕が開かれて、埼玉の山口での奉仕、介護施設の奉仕やつい最近では、静岡県の浜松の他の教会のイベントに招いていただきゴスペル演歌を歌ってきました。とても喜ばれて、本当に、感謝でした。そして全国ゴスペルグループコンテストファイナルイン白馬というゴスペルの大会があり出場が決まりました。この病の中でこのパニック障害の病の中で主に感謝して祈っていく中で、この癒されていき賛美の働きが大きく進展していきました。主の素晴らしい御業に感謝します。本日はお話を聞いてくださりありがとうございました。またクリスチャンの寄り道でお会いしましょう。さようなら。